はじめまして、目黒風磨です。拠点は新潟県の魚沼市にあるフライヤーズパークで練習してます。シートグラブトゥーロックソリッドにはまってますね。バイクと離れる浮遊感がたまんないです。去年はまあたまたま予選を通ったような感じで人前に出させてもらったんですけど、今年はフォトパーク森は実家が近い地元なんで、ここでちゃんとまた実力でじゃないですけど、ちゃんと予選通ってお客さんの前でしっかり自分の走りがジャンプが見せれたらなと思ってるので、皆さん遠い人も近い人も遊びに来てください。よろしくお願いします。